自由を尊敬に勝利を約束しよう覚悟を決めて腰燃やせスーパードラゴンボールヒーロー時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をスーパードラゴンボールヒーロー掴み取ろうぜ自由を時の狭間の激闘ベジット VS スーパーフュー砂のあなたたちでもカンバーのオーラで作ったその高速エネルギーから逃れることは不可能よ。いいことを教えてあげる。フューはね、私が作ったの。何？なんだと？どういうことだ？あなたが？そう。次元を超えて集めたあらゆる戦士のデータを使った集大成があの子なの。あの子ならメチカブラを超える王になり暗黒魔界暗黒帝国を再建できる。なんだこれは暗黒因子、暗黒王にとって生命力そのもの。メチカブラは葬られる直前にこの因子を周囲に放った。因子はその時近くにいたあなたたちの中に隠れた。この暗黒因子をフューに注ぎ暗黒王として覚醒させる。これで全部ね。そんなことさせねえぞ。忘れ物だ。ご飯、ご殿。こいつらの暗黒因子は回収した。あなたたちにもう用はないわ。時の狭間に消えなさい。
はね、本当は戦いが嫌いなんだよ。でも戦うことで僕のルーツが何か分かるような気がするんだ。何をごちゃごちゃ言ってる。つまらんこと言ってないで全力で来いよ。いいよ。お、それがお前の全力か。どうせ宇宙誕生までの暇つぶしだ。そんな瞬間は来ねえぞ。君、監獄惑星の時より強くなってるじゃないか。影でこそこそ見てるだけのお前じゃわからんだろうな。影でこそこそ見るのが好きなんだけどね。ついに宇宙誕生の時だ。くそ、間に合わなかったか。さあ、宇宙を吸い尽くし、新たな宇宙を実らせろ。バカな宇宙人か。何が起こったんだ。ビルス様、宇宙樹の根の消去、願いは叶いましたね。10周年、いやー、みんなとんでもなく長い間戦ってたんだな。オーラも負けてらんねえな。一緒にもっともっと強くなろうぜ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ特別編、戦いの場所へ突き進め、ドラゴンボールヒーローズ。